皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。11月1日、いや早いもんですね。今日から11月。今日一緒にボタンの掛け違いをした時にという題でお話をしたいと思います。まあ、洋服を着てボタンの掛け違いをしたことに気づくことがありますね。あれあれあれ、最後に合わないぞ。まあ、そうした時にね、こう途中を外してやり直してもなかなかうまくいかないものです。そんな時はいっそのこと全部外して最初からやり直してみてください。まあ急いでるならいざ知らず、まあ、洋服のボタンの掛け違いは全部一からやり直すこと、それが一番です。じゃあこの人生においてこういうボタンの掛け違いのようなことが起こったらどうしたらいいでしょうかね。まず第一に、見て見ぬふりをする。気づかないふりをする。気づいてるのにね。2つ目、そのまま前進し続ける。どうしたらいいんでしょうかね。人生をやり直したらいいのではないでしょうか。まあ、見て見ないふりをするとかね、そのまま前進するというのは、まあ、それは宗教です。宗教、まあ、ボタンの掛け違いをねやり直すんではなくてね、途中から修正していく。例えば修行をする、お布施をする、団体や教祖様に忠誠を尽くす、軌道修正してなんとか辻褄を合わせようとする。でも聖書はやり直せって教えるんですよね。皆さん、そこに福音、グッドニュースがあるのです。福音というのは私たちに、まず律法というものが私たちの罪を示すわけです。今ある現状、ボタンの掛け違いがあるよってはっきりと示す。で、その状態から自分の力で何とか軌道修正したり、見て見ぬふりをしたり、何とか辻褄合わせをしようとするのではなくて、もう一度神に委ねてゼロからやり直していく。イエス様は健康な人には医者はいらないと言われました。つまり私たちはボタンの掛け違いどころではなくて、病人や罪人だって教えるんですね。で、病人であるって時にね、お前病気になってね、悪いやつだ、病院って叱られるでしょうかね。お医者さんは叱んないですよね。ああ大変でしたね、じゃあこの薬を飲んでください、こういう治療をしましょうね、そう言われるようにね。神様はですね、私たちが罪人だって認めて叱るような方じゃない。そうか、戻ってきた、よかった、私に委ねてごらん、私と一緒に生きてってごらん、そういうふうにね、医者がそうであるようにイエス様も私たちに優しく導いてくださる。どうぞボタンの掛け違いの話に戻りますが、それを中途半端に癒して、その痛みを緩和させ、そんなことしたってね、意味がないですよ。苦しいからね、紛らわせる、何かお酒を飲む一時の快楽に走る。まあ、聖書はですね、そういうことをエレミア6章で語っています。エレミア6の14、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。まあ、これはやぶ医者であり偽物の医者ですね。まあ、それはですね、宗教が、私たちはそういうおかしな宗教に騙されるのではなくて、一からボタンをかけ直すように、神の手の中にあって一からやり直していく。皆さん、そこにね、本当の人生がある。めんどくさい、もうここまでやってきたんだから、もう走っちゃえみたいなね、
そういうことではなくて、神と共にやり直していきませんか。主の次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。あなたのために祈ってます。